はい、えー、それでは2022年、えー、5月の担当式試験、えー、回答速報カンサロン始めていきたいと思います担当レック専任講師草加です、えー、よろしくお願いいたします、えー、皆さん今日は本当にお疲れ様でした、えー、いかがだったでしょうかね 監査論チームでねあの皆さんね試験を解いている中我々も回答を出してですねそして、えー、今日当日にね解説簡単な解説と公表、まあ、という形で今収録してまあ夜なんですけどね当日夜に収録していますが、えー、私はね正直今日は第1問目から第10問目前半はもうこれ何という問題なんだとものすごい難しいなと思ったんですね。 でえー、後半解いてみたら後半もまた難しいと。で、えー、みんなでね回答を、まあ、合わせてみたらですね意外と前半は難しいと思ったんだけれども正答率がまあ高いというかねあのそんなにこう回答が割れないんですが後半に関しては思ってた以上に難しかったという印象なんですね。 で、えー、だんだん時間が経ってくとね前半はむしろ意外と取れたんじゃないかなとかっていうねいろんな議論があってそして、えー、監査論としてはね、まあ、こんな形で正当可能性と、えーえーまあねえー、回答という形で出しているんですね。で、えー、とこれちょっと。 画面ちっちっゃいですかね、まあ、全体をちょっと見ていただきたいんでざっくりとねお伝えしますとこうやって問題1ね、えー、正当化の設定で2がこう3が中で45678。4 5 6 7 8 9ずっと正当可能性高いんですよ。これは解いてた感覚よりもね、えー、皆さんの出来がおそらくいいかもしれないと、ね、いうことでこうにしてます。で10が中で111213がこうで14が低で15がこう私個人的には中かなと思ってるんですけどねそれで括弧にしてます。で16が低17が中だけど私個人的にはこうかなと。でそして18が低で個人的には中。 えー、1920も中、中という形で、まあ、レックの、ね、会計士科のあくまでも、ねえーまあ、個人的なというかね会計士科だけの、まあ、見解ということで、えー、こういうふうになってます。ということでね括弧、まあの私の見解を除いて、まあ、会計士科の見解としては正当可能性高い問題が11問そして中くらいが5問で 正当可能性低い問題が4問ということで、まあ、4問って結構ありますよね正当可能性低い問題ね。ということでね合格ラインは13問程度65これ解いてた時はこんな取れると思わないと思うんです。 ただ蓋を開けてみると前半は思いのほか取れたんじゃないかな後半はできなかったんじゃないかなというところでまあ我々もねこれはまあ,あくまでもねあの別に実際の合格ラインじゃないので、えー、13問下回ったからって全然悲観することはないし上回ってたらねそれはそれでね、まあ、あの良かったと思っていただけばいいんですがまあ合格者のまあ合格ラインっていうかね、えー、まあ合格するんだったら13問取っていたいなという。 とこでしたね、はい、で今回ちょっと出題形式というかね出題傾向も形式は一緒なんですよ正しいものを、ねえー、選ぶ組み合わせを選ぶ問題なんですが出題内容としていきなりなんか証券取引法ってこれもう皆さん知らない方いるんじゃないですかね。禁止法法法のの前は証券取引っって言って言ってたんですねでその後ね会計士法 まあですよね。会計証における監査法人で、その後禁止法が3問出たんですよね。で、会社法2問とこれは一体何の問題なんだって感じですよね。禁止法と会社法で四半期がまあ1問。まあ、ちょっと2問かかるかなって感じで。で、えー、市四半期なくなるとか言いながらですね。やはりね、えー、市四半期がなく。なるって なくそうっていうのは4月に発表されてますからね担当の問題はもうできてた後でしょうからねまあ市販機も普通に出てると。で品質管理でそのあとはまあねこうやってばらけてますが基本的によく出るね監査基準の一般的な問題が1112にあって、まあ、13もあってで監査証拠とか会計上の見積もりその他の記載内容、まあ、この辺はね予想通りって感じですよね。で報告論があって比較情報告発事象不正リスク対応基準ということでまあ後半は 範囲ととしては予想通りかなと前半がちょっと偏ってますよね。はい、ということでどうでしょうねほんと疲れてる中ねあのもういいよって方はねいると思いますが、まあ、もう本当に気楽にあの聞いていただく方はねもう簡単にほんと30分程度で、えー、お話ししたいと思いますので、えー、問題ね一緒に見ていきましょう。はいでまあ、問題はねこういうい形で、えー 1>, 1問から20問各5点で、えー、1時間ということでここは変わりませんでしたはいで、えー、とまずですね問題1もこの問題もう本当にねもう最初からこれなんだよこれはとねもうふざけんなと思った方いっぱいいると思いますこれはもうできなくていいですよ正直ね、えー、なんでこんな問題が出るのかっていうのはいささか疑問ですよねだって証券取引法の話とかねそれと同時に監査基準が公表されたされてないんですけどもそんなことこれ 会計士ににななるのに必要かでまあ意もねこの、えー、公認会計士のねこの正規の財務省監査が実施されるまでには数年を要したということでこれは正しいんです。でこれ編成あごめんなさい昭和31年の改定前あ設定前文に監査基準の設定前文に、まあ、書いてあるんですけど。 まあこれね、まあ、答えとしては「い」は正しいと。で「う、えー」のね監査役の権限は業務監査に限定された、まあ、これはねあの今でもあの非公開会社などのまあ限定的な場合ですから、まあ、ここはね監査役の権限は限定されてないっていうこと、まあ、ここはなんとか取れるかもしれないですけどこの「え」のねまさに昭和41年で監査法人の制度が新設されたってこれはあの会計手法の改正でまさにこれ41年ってそうなんですねで産業特殊工事件とか、まあ、いろいろあったんですけど もこんなこともですね、あの知らないですよね。ということでこれはもう捨てもんですね。えー、これできなくていいです。今後もここはなんていうんですかね、こんなとこを押さえてたらもう他の科目もとても時間足りないですからね。こういうのはもう流していただいていいです。でえっ、ー、と問題にでねこれは正当可能性高いにしたのはもうバチッとね答えが出ちゃうんですね。あの、えー、監査法人の社員は他の監査法人の社員となることを禁じられている。もうこれはそのままズバリだし右のね。 有限責任監査法人はこれ必ずね一人または数人の業務を担当する社員を指定しなきゃいけないとね指定有限責任社員って言いますよねだからもうこれ「後でね他読まなくても切れちゃうんですよ。このイの この外国公認会計士が含まれるか含まれないかね、こんなのどうでもいいですよね。ここもね、もう読んでてなんでこんな問題出すんだとね思いますよね。だって外国公認会計士なんてこれもう今あのね今昔の人が昔何人か残っているわずかの人の話であってね、こんなところを聞く意味が感じられないんですよ。ね、まああのここ、えー、公認会計士である社員には外国公認会計士含まれるってことですけども、別にここも。 あの他のの選択肢から判断ででできればいいです絵ね、えー、これなんんか迷っっちゃった方いると思うんですよねこれはあのー、無限責任監査法人は全社員が代表するここの全社員が誤ってですね特定社員つまり会計士じゃない社員は代表しないですよね監査証明業務について。ということでまあ絵も切れるんですけど、まあ、あと「う」でね、えー、これは「丸にしていただきたかったという問題です。 はいで、えっと、問題3はこれはね中程度の問題で、えっと、問題3の「あ」ですね、えっと、非常上場であっても株主の指数が一定数これ1,000人以上の会社はこれね UFO えー、企業内容の開示と監査を必要とする投資者が現実に存在するんで投資はを保護すべきであると考えられてる、ねえー、なので監査対象となることがあるということでまさにね、えー、これは UFO 提出会社として、えー、直近5年間の、ね、株主数1,000人以上とかねそういう場合ありますんであとということですよねそして、えー、っと今度絵なんですよね。絵も これですね外国会社とかいろいろ書いてあってなんか難しそうに書いてありますが外国監査法人が行った監査証明が我が国のここですよ我が国の監査証明に相当すると認められる証明の場合は我が国の会計士または監査法人による監査証明は不要こういう問題ってね過去問で何度も出てるんですね、えー、これはその通りですよだって外国のね監査法人が行ったとしても我が国の監査証明に相当すると認められるんですよ だったらこれ、ね、我が国の監査証明とほとんど同じだと言ってるんだったらそれは、えー、我が国のねあえて公認会計士または監査法人の監査証明を取る必要はないということになりますからこれね過去問やってればできるんです。ということでまあ,あへでねこれもまあ中程度なんですけどもなんとかね 回答しようと思えばで「きるとい」でのこれえー、と四半期をね任意に提出することはできてその場合は任意でも出しちゃえばレビューが必要だってことがあるんですけどもここでね押さえとけばいいでしょうしあとこの「う」はねこんなのもねなんだかあのー、ね親会社等状況報告書なんて知らなくていいですよ。ただ、あのー、このの後半の文章がね あの、ややおかしいなって気づいた方はできたと思うんです。当該上場会社の監査を行っている公認会計士または監査法人による監査ということで、この。その上場会社の監査を行っている。 監査人をなんか限定するような話っていうのはね基本的にないのでまあもちろんね内部統制監査と財務所要監査は同じ監査人とかね、えー、通常の財務所要監査と四半期レビューは同一の監査人っていうのはあるけれどもそうじゃない場合にですね何か通常の監査について、えー、この会計士が監査をね、えー、しなきゃいけないなんていう限定したような内容っていうのはあんまりないですのでまあ「う」がちょっとおかしいかなと思えた方はいいですがなんとかこれあと「絵でね取っていただきたいという問題ですね。はい えー、では、問題四いきましょう。問題四もこれ、金止法で、これね、正当可能性高いにしたのは、もう、これは過去問のまんまですよ。全選択肢ね。はい、あのー、内部統制のね、概要書っていうのは特になくてですね、えー、有価証券報告書のね、えー、その監査概要書、監査概要書に内部統制の概要を書くっていうのを、これ、過去に出てました。はい、で、えっ、ー、と、四半期レビューの概要書もあるよって話も過去問に出てますね。で。 えーと報臨時報告書は監査証明不要だっていうのも監査報告書に出てますから監査証明がいる場合があるかのような選択肢はうわむツですし絵のね、えー、訂正報告書はこれはね訂正の,あの監査あるいは訂正のレビューが必要だこれもあの、まあ、あの似たような問題が過去出てますんで、まあ、ちょっと絵はねレビューはどうなんだろうって思っちゃった方いるかもしれないですが、まあ、これはね「あ、えー」と「い」もそのままですので、えー、ここは取ってほしいという問題ですね。 はいで、えー、問題5だからねこうやって前半なんかすごいあのわけわかんないそうな選択肢はあるんですが意外と取れるって話なんですね。であのところ問題5の禁止法これも禁止法ですがあのね UFO の中で監査証明と対象,対象となるのはこれ講義でよく言ってますけど経理の状況よりも後ですよ、えー、前半にある主要な経営指標の推移とかねここは監査対象じゃないですよということはあのまあ 常々ね申し上げてるなのでこれもですね講義の時に素直にねあの有価証券報告書を見といてくださいねって言った時になんか一回でも見とけばね、えー、ちょっと分かったかなと思いますよね。でえ、ねね、と「い」えー、はねこれそのままだし「う」もそのままなんですよ。でえー、と「絵のねここのなんか細かそうに見えますよねこの、えー 相当当の注意ををっったたこととにより不当な監査証明を行ったと、ねえー、虚偽とか不当な監査証明を行った場合は内閣総理大臣は不受理措置をね、えー、決定できるとでこの決定を理由としてその、ね、監査法人が行った他の、ね、会社の有価証券報告書についても受理しない、ねえー、その監査法人が監査を行った他の有法についても受理しない措置もこれもねできるっていうのはこれレジュメに入ってましたよね。 はい、ということで、えー、まあここもね正当可能性これは高いにしましたねなんとか取ってほしい問題でしたということでなんかね取っ、うん、かかり難しいんだけども正当可能性高い問題が多いんですねで、えー、問題6会社法です、はい、でこれも実は正当可能性高いとであはいいですよねこれ資本金5億または負債200億円以上の会社これはもう会計監査人設置会社になりますからね大会社ですからねだから、えー、会計監査人の監査必要と。 で、いわこれは、私なんかより皆さんがおかしいんじゃないですかね。ここの監査等委員会設置会社とか、指名委員会設置、指名委員会と設置会社。これは、あの、会計監査人設置しなきゃいけない会社ですよね。これは企業法でやられてますよね。で、この問題文の前半は、あの、まあ、えー、譲渡による、承、え、認、ー、のね、えー、譲渡について。 えー、株式会社の承認を要する旨の定款を定めていない、まあ、つまり公開している会社ってことですけどとにかくね、えー、監査等委員会設置会社とか指名委員会等設置会社は会計監査に設置しなきゃいけないですから、まあ、ここはなんとか会社法の,あの企業法の勉強の知識で取ってほしかったと。で あの非行があったとか心身の故障この時に監査人をね解任するのは監査役全員の同意でしたよねだからここも知ってなきゃいけないしあとこの絵はこれは分かんなくていいですよこれはね逆に実務家である我々ねあの今日みんな解いてた我々メンバーもですね、うんと思ったんですよね、えー、ただこれはねあの絵はですね罰なんですよつまりあの連結計算書類にかかる会計監査報告ね えまあ監査報告書はこれはね実は任意なんです、えー、これは任意求められてる必ず提供することが求められてるわけじゃないんですね招集通知において、えー、連結の会計監査報告は任意なんです招集通知に載せるのはねなのでこれ必ずじゃないので絵はバスまあ絵は分かんなくてもいいですっていうか絵はねなかなか難しいあと「い」でね取っていただきたいということで正当可能性高くしてます。はい では問題7も正当可能性高いのはこれは何かっていうとねまずあの「あ」のこれもまあそのままずばりなんですが「あ」はね何か引っ掛けあるのかもしれないって判断できなくてもこの「い」のね子会社の財産の調査権限これ会計監査人にはあり,ありますってそう習ってますよね。で 監査役等の承認なんてこんなな作り話聞いいたこことないですよねでこういう「作り話に気をつけてくださいね」ってよくね私も講義で言ってたんですが今回も結構ありります作り話系の選択肢こんなねなんかもっともらしいですが子会社のね業務及び財産の調査権は会計監査にありますからね正当な理由がなければ拒めませんから承認なんてこんな嘘っぱちですよね。はい、っていうのとあとキャッシュフローこれね会社法にはないですよってことは実はお伝えしてます。 なのでは最後のこの総会決議がなくてもね出あの総会に出席して意見を述べたければ述べれるんだと、ねえー、いう意見相違がある場合には述べれるってこれももうそのままですからもう問題なのはねこれはもう必ず取っていただきたいね、えー、問題です。 で,、えーと問,題8ですね、問題8もねちょっと一瞬迷うかもしれないんですが問題8の「あ」のね、えー、四半期レビューで内部当選の理解求められてないなんてこんなことやこれも作り話ですよね,ね内部当選のなんか変更点とかそれは確認するんでしたあと「い」の商標突合これは四半期ではやらないですよね,ね実証手続きやらないですからねで「う」の消極的結論とかねこの,エの「え」のまあ影響がね、えー 可能であれば影響を記載とかそのまんまですよねということでうとえ,え問題8もこれはできてほしかったと正当可能性こうでしたで問題9もですね蓋を開けてみるとこれもやっぱりね正当可能性高いとなぜならばまずあのね、えー、監査とか試案機のところの問題で審査担当者で客観性を有するものじゃなくてもいいなんてことはこれも作り話ですよ審査担当者客観性なきゃダメでした ねでえー、っと社員レビューの審査を受けなきゃいけないって話でこれも品質管理の基準に基づいて定められた方針と手続きに従うそのままですよねで、えー、この右のですねあの不正による重要な虚偽表示の疑義が識別された場合は会議体による審査これ過去問そのまんまですよ会議体じゃなくていいんですね会議体が必ず求められるってことはないんですはいで絵はねこれはまあ一瞬まあ読んだら なんか常識的に読むとその通りなんだけどちょっとよく分かんないかもしれないんですがほ、まあ、他で判断できるで実際に絵は正しいい選択肢ととうことになりますね、はい、審査では重要な事項について討議するだけじゃなくて財務諸表とかね、えー、監査報告書案についても検討しなくちゃいけないこれはねここでまあ知っとけばいいでしょう今後のためにね論文のために知っとけばいいでしょう。はいで問題10ですね。で問題10これがね正当可能性が中程度ということで品質管理ね。で まあ、あはねなんとなくこれじっっくり試験でで集中できたた方は分かったかなと思いますえ差越者監査調書の差越者が補完の安全性とかね情報の完全性について検討特に補完の安全性監査調書をチェックするね、えー、特にあの上のね先輩たちが後輩の監査調書をチェックするっていう話は聞いたことあると思いますがその補完監査調書の安全性まで 監査聴取を再発する人が気を使わなきゃいけないかってそんなことはなくてねこれは通常品質管理の責任者がやるわけですよねだこういう作り話これもねやっぱり作り話だなと思って流していただければよかったんですね。はい、でいはね実は過去に何度か出てるんですけど共同監査をする場合にはそ,の、ね、それぞれの各事務所の、ね、品質がしっかりと、ね、保たれてるかってことは確かめなきゃいけないこれはねその通りなんですね。 で、のですね「う」の十分な引き継ぎを受ける必要があってそして、えー、十分な引き継ぎを受けるっていうのは、えー、監査契約の締結リスクを低い水準に抑えることができるか否か的確に判断するとこれもね考えすぎちゃうとあれ 十分な引き継ぎを行えない場合もあるよなとかって考えちゃうとちょっと胴つぼにはまるんですがまずね原則として換気法の、ね、例えば900の2個とかねそういったところにもまずは十分な引き継ぎを受けると受けれない場合にはどうするっていうことであるででここも正しいんですね、はい、であと絵もですねこれな,なんていうかな監査契約の新規の締結時にはね えー、業務を実施するための適性や能力を監査事務所が有しているか検討しなきゃいけないその通りだなと契約更新するときに会計士の能力がね、えー、何か欠員が出たりとかで会計士の能力が足りないとかねそういうことあるかもしれないので当然更新の時にも能力ね、えー、適性を検討する必要があるということであと絵がね常識的に考えたら切れるんですよ。 ということで、正当可能性中なんですけれども、まあ、あと以外、あと絵がね、ごめんなさい、あと絵が切れれば、何とかなったかなという問題ですね。はい、で、これが前半、だかね、意外と前半は、なんかね、取れたっていうことね、なるか、方が。まあ、合格者ではね、多いのかなというふうに思います。はい、それで後半いきます。で、問題十一はですね、まあ、これは、あの、正当可能性高いんですよ。 でえー、これはですねまず「あの」あですね「あは」はこれはまずですよねこの他の監査人の利用はね特定の場合にしか監査報告書にかさ書かないですから、ね、他の監査人に利用したら監査報告書に書くなんていう「あ」の選択肢は誤りと。で「えー、っとう」のね、えー、この26年の改定で適正性と準拠性の話これは正しいと。での、えーえー、が これもう最新論点ですすからねね皆さんやってますよ、ね、意見不表明の場合にはカムは書かれないということで「まあ」と「絵で絶対切れるんですよ。これ「い」がどう思うが「あ」と「絵は絶対罰なので絶対できてほしい。「い」がね考えちゃうと分かんないかもしれないです。 でこの特権リスクに、ね、ついてちゃんとやりましょうって書かれたのは実は17年改定なんですこれはねあの逆に監査論を昔勉強したことがある人であれば何か考えちゃってどうなのかなと思ったかもしれないですがあと絵が絶対×ですからね。ということで「い、e」は丸なんですけどね。ということでここもできてほしいと。はい、で問題12のえー、っと。 一般に公正とでもうこれもこれ何度も出てますよねこの,あの、えー「任意監査では監査基準は守んなくていい」なんてこれ監査基準は全ての公認会計士監査に共通するものだってはっきりね書いてありますからねこれは誤りだということ。で「う」もですねこれもね中間は触れないとはいえども講義の中で「中間は適正性じゃないですよ」 有用性ですよよそこだだけ覚えてくださいねって言いねね言ましたよ、ね、なので「う」の適正性も誤りなんでもう「あとう」が×なんでこれはね「い、えー」まあ、イは責任の、ね、範囲の話だし「丸ですし「え」のですね監査が行われたとて,て経営者とか監査役等の責任は減らさないこれもね「い」も「え」も「丸にできるもうこれは絶対取らなきゃいけないですね問題12は正当可能性やはり高い問題とで問題13もね実はこれも正当可能性高い問題としてるんですよ はい、で、えー、まずですね「えー、あ」のところね「えー、とあの」の、えー、ガバナンスに責任を有する者にね過去信頼ができるっていう場合には職業的会計人保持の責任が軽減こんなことされるなんて まあ、されないって習ってて習ますしね「こんなな作り話には引っかからない」ようにとで今ね悩ましいんですけど先やっちゃうとこれ IT に関する基礎知識を習得しアップデートすることまで求められてないとこんな問題を会計士にににななろうとすする人に出すかって話なんですよ根本的にね <laughs> IT に関する基礎知識は知,知らなくていいですよなんて言ったらそれこそもう今の,今の時代ねあのどの仕事もできなくなっちゃいますよね。ということであの IT に関する基礎知識を習得しアップデートすることまでは求められていないと と,ところはまあここはなんとか常識的に切ってほしいところではありますね。はい。で、えっ、ー、と逆に上はね、えー、事務的な作業を除いて監査調書は監査報告書日までに作成しなきゃいけない。そうですよね。えー、事務的な整理だけは60日程度超えないまでできますけどね。はい。で、えっ、ー、と絵、えー、のですね、えー、まああの十分な情報を得た上で合理的に判断を与えるよう、<laughs> ごめんなさい。専門的な見解の問い合わせの実施もありますよということで、まあ問題の 十三もね、えー、できてほしい生徒可能性高い問題ですはいで問題十四はこれはね引っかかった人多かったんじゃないですかねこれは答えが出ないとかじゃなくてこれはねあのよく読まないと引っかかりますよ で答えが何なのかなっていうのはね正直出なかったと思うんですよよく読,読まないとね。で「あの」の残高確認はこれ売りかけのね評価の妥当性はこれ証拠無理ですよね、えー。相手先の支払い能力は分かんないので売りかけ金の評価つまり貸し引きはいくらでいいのかな,なんてことは確認では分からないと。で「い」のこれはね棚卸しの立ち合いで棚卸しの評価の妥当性を検討する目的には適合しないこれは誤りですよね。何でか分かります あの棚卸しの立ち会いをすると在庫の実在性を見ると同時に在庫の状態を見ますよね状態を見てあこれはちょっと埃かぶってて、えー、定価では売れそうにないなと評価減必要だなってことは分かるんですよ。なので実地棚卸しの立ち会いで評価の妥当性を検討する目的にも適応することはありますんでいもツと。ってことは答えはね「う」と「え」なんですよ。ででこれもいいんですね 土地の実際,実際に見たり登記簿登本で、ね、誰があの権利者かということを閲覧するこれはですね実際にあるとか権利が誰にあるかということの証明力のある監査証拠を提供するが土地の評価この土地いくらなの、ね、これは不動産鑑定士さんに依頼しなきゃいけないかもしれないしそういった意味で、えー、証拠を提供しないこれもいいですよね。えっこれ引っかからないようにねしてください。取引銀行行のの発すするるに関する残高証明書の閲覧ここなんですよ主語。 これ誰もがね受験生の多くが残高確認はっって読んんだったと思うんですよでそのあとね帳簿に計上された借入れ金の実在性を検討する目的に適合するが借入れ金残高の網羅性を検討する目的には適合しないとこれ確認状だったら網羅性も見れるんですよ確確認認だったらあのブランク確認上ね、えー、講義の中でもよく言うブランク確認状これを銀行には送りますからそうすると銀行側がもう白紙のところにね、えー あの借入金いくらあるんだと、銀行からすれば貸付金いくらあるんだということを。 書いてくれるわけです。でも、ここで言ってんの、違うんですよ。これ、ちょっと受験生には濃くだったと思うんですね。これ、取引銀行の発行する貸付金に関する残高証明書っていうのは、銀行が自らこれ、監査人が確認書を送るんじゃなくて、銀行がですね。あの期末日になるとあの、残高証明書って言って、こんだけ残高がありますよっていうことで、発行してくるものなんですよ。でこれっていうのは、特定の,、ねあのまあ、銀行からすれば、貸付金、えー、会社からすれば。 仮入れ金特定の借入れ金について発行してくる、ね、その可能性があってあの全部が網羅されているかどうかっていうのはねだから監査人がブランクの、ね、白紙の確認書を送って初めて網羅性は分かるんだけれども銀行から発行される残高証明書こんだけ残高が、ね、ありますよ。 貸付金金のの残残高高非監査会社からすれ,れば借入金の残高こんだけありますよこれはあくまでもねその借り入れ1個についてあるいは2個について書いてあるだけで網羅的に書いてあるかどうかってことまではねここは分からないということなので絵は正しいんです。これはねあの絵を残高確認だと思っちゃった場合確認の、ね、手続きだと思っちゃった場合にはこれどうなんだろうって思ったと思うんですが、まあ、これはね読み間違いしないようにというところですね。はい なので、まあ、これなのでねちょっと絵がねもう難しいので受験生にとってはねこれは正当可能性を低くしてます。はいで問題10号まあこれねレックとしては正当可能性高いにしているんですが私個人的にはちょっとこれ中程度かな難しかったかなと思います。はい、で、まあ、あのねこのなんかあの見積もりでえー ここういういいリスクの程度がが低い場合後半がこれ誤りなんです、ねまあん、ね、で見てもらえばいいんですが後半が書いいてないとそして、えー、っとこの「い」のところもですね、あのー、リスク対応手続きでね監査人自身が見積もるっていう場合と経営者が適用した見積もり手法に対するリスク対応手続きこれはね別にどちらに限らず同じだっていうことで基準に書いてありますから手続きが異なるっていうのも誤りとまあこれね「あ」も「い」もちょっと細かいですけども基準に一応書いてあると。 で「う」のね「う、えー」まあ、ウと「え」でね「まあ、丸にできるかなってとこあるんですよ。これあのその見積もり時点でね、えー、もうできる限りの情報を使ってちゃんと見積もってたんであればその過去の見積もりが間違ってたとかねそういうことを言うもんではない、ね、あくまでも前年度の見積もりっていうのはあくまでも今年ね、えー、去年ちゃんと見積もれてんだったら今年も見積もれてるだろうっていう。 リスク評価手続きであってね、えー、この前年度が間違ってたとかそういうことを問題にするもんじゃないっていうことで、うは正しいし、あと絵のね、えー、まあこれもね環境実は書いたんですよね、えー、リスクと対応したリスク対応手続きの関連性は記載しましょう書いてあるので、まあちょっ。 ここはね「う」は「丸にできるかもしれないし「え」も常識的に「丸にできるかもしれないけどなかなか難しかったかなと思います。えー、個人的には中程度かなと思ってますがレックとしては一応ねこうにしてます。はい、で、えー、と問題16ちょっとねもう30分ぐらい経ってここでそろそろやめなきゃいけないんですが、えー、と16はちょっと解説しなきゃいけないですよね。でこれはね正当可能性低いですよなぜならば、まあ、かあの回答難しいからです非常に。ただ あのレックとしてはね明確に根拠はあってですねでこの「あのですね有価証券報告書」のその他の記載内容の誤りっていうのはその情報自体が不正確だけじゃなくて必要な情報が省略されているこれはそのままですしねで誤りが重要かどうかは当事者の判断によって判断にとって重要か否かによって判断されるこれもその通りですということですね。で っと「図はちょっと置いといて「絵は絶対バツなんですよ。なぜかというと監査人はその他の記載内容に対する保証の結論って保証しないですよね。その他の記載内容には意見表明しませんから、えー、この「保証の結論」ってもうここでバツだと。で「意と「はね難しいんですよ。ただねこれ換気法とかあの監査基準をじっくりと読むと答えがねおのずと見えてくるんですね。 でなぜならば、これ、いいですかね、ここのいなんですけども、これ、財務省には記載されてないが、監査の過程で知り得た数値、または数値以外の項目に該当するその他の記載内容については、監査人は、ここですよ、当該記載内容に重要な誤りがないかを判断した上で、これ、1個目に、重要な誤りがないかを判断すると。でその上で2番目に 監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうかを検討するって言ってんですよいいですか重要な誤りがないかを判断した上で必ずねこれ前後関係明確ですよねした上で監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討これ基準よく読んでた方はあれなんか変だなと思われた方は素晴らしいですねこれここなんですよ換気法の720の15項これいいですか 監査人はこれ重要な相違があると思われる場合いかに該当するかどうか判断するために必要に応じてその他の手続きをやるとでその他の記載内容に重要な誤りがあるあることこれを判断するために必要な手続きをするとつまり重要な相違があると思われる場合に相違があると思われる場合に えー、その他の記載内容に誤りがあるかどうかを検討するって言ってるんですいいですか相違があると思われる場合にその他の記載内容に誤りがあるかどうかを検討すると。問題これ逆ですよねいいですか問題は重要な誤りがないかを判断した上で相違があるかどうか検討違いますよね換気法は相違があると思われる場合に重要な誤りがあることを検討するだからこれ明確にバツなんですよいいわ、ねえー、基準通り で「う」はこれは悩んじゃうんですけど最後のねこの、えー、通続の過程で当該記載内容の重要な誤りと思われる兆候に注意を払うがここ重要な誤りがあるかどうかの判断まではこれ確かにね求められてないんですよ。求められてない。ねねね、えー、これれはでですす、ね、求めららてななないんですなぜならばば、まあ、例えば、ねえー、と換気法の 720の,の A38 なんかで見るとね、えー、これは、まあ、あの重要な誤りのその他の兆候に注意を払うことで結果としてその他の記載内容に重要な誤りがあると思われる以下の事故を識別する場合があると言ってるんですよ。つままり兆候に注意を払いましょうと言ってますけども、ね、重要な誤りがあると思われることを識別する場合がある。 って言っててで確かにこれ重要な誤りを識別しちゃったらね識別しちゃったらそれはね重要な誤りかどうか判断しなきゃいけないけど重要な誤りがあるかどうかああの判断を必ずしなななさいいとは言ってないんですよ重要な誤りがあるかかどうかね、えー、そういう事故を識別する場合があると識別しちゃったら判断するんですけども識別ね 必ず最初からね、えー、判断しましょうとは書いてないので、まあ、そういった意味で「う」は正しいと、ね、いうことになります。ということで、えー、このね、えー、問題15について16かこれについては、まあ、あの2番でしょうね回答はね。はい、では、えー、と問題の17に行きましょう。 はい、問題17、えー、これはですねまたあの打って変わって私は個人的には正当可能性が高いと思ってます、えー、レックとしては宙にしてますけどね。で、えー、っと問題17はですね、えー、監査意見と監査報告に関する問題であの「あ」のね、えー、この「 えー、制約を除去するよう要請したにもかかわらずそれが拒否された場合まず監査役等に報告ですよとにかく講議の中でも重要なことイレギュラーなこと、ねえー、間違っていることがあれば監査役に報告するその後にね、えー、まあ監査契約の解除なんてことはか出てくるわけなんで、えー、まずここは「あの」あはですね正しいと。ねえー、つまり 監査,役に報告す監査役等に報告する前には契約を解除しないその通りとで「い,い」はいいですよねこれ引っかからないようにしてくださいねこれえー、っと「かむ」っていうのはこれ監査役等とコミュニケーションを行った中から、ね、特に注意を払った事項を決定するんですこれ順序逆です「い,いは、ね」はねはいで「うは」はこれ継続企業は協調事項じゃないですよねこれはですねもう区分を設けるんでした はい、で A はそのままということでまあ個人的にはこれは絶対できてほしいですけどね問題17のねあと A ですはいであと残り、えー、3問ね簡単に見ていきましょうえっ、ー、と問題の18比較情報ですね比較情報でこれはですねえっ、ー、と正当可能性これも個人的にはね、えー、中かなとレックとしては「て」にしてますけどねでまあ「A、はねちょっとなんかこの対応数値と比較財務諸表方式でまあこれは。 実施される関節手続きは同じっていうのはこれは正しいんです、まあ、ここはねちょっと分かんないかもしれないですがこの、えー、対応数値の場合ですねこの比較情報の全ての年度を含めた確認事項を経営者確認書に記載するこれ違いますよね、えー、これは比較財務表方式の話ということで「いはと」はつ、い、と。で「う」はまあそのままと。で 絵のですね、これも絶対罰なんですよ。絵の機種残高についての監査手続きは免除されるなんて、これはありえないですよね。機種が間違ってたら、期末は分かんないですからね。てか機種が真相が得られてなければ、期末が正しいなんて言えないということで、意図絵でね、絶対罰にできると思うんですよね。ということで問題18まあね、えー、正当可能性、えー、まあ中ぐらいでいいと思うんですけど、個人的にはね、はい。 はい、で問題の19行きましょう。後発事象。でこれも正当化の説中程度の問題です。これはちょっとね、あの難しかった人ね多かったと思います。で、えっ、ー、と A はねこれ正しいんですよ。もう後発事象に関してね経営者への質問とか議事録のやつならその通りだと。で、I がね、えっ、ー、とこれもあ、まあ、これもね、バはわかるんですよね、えー。この財務省の承認日って経営者確認書の日付ですからね。 でえー、とあと「M もねまあ正しいんですよこれ、えー、財務省の発行日っていうのは監査報告書日のあよりも後でかつね監査報告書が会社に提供される日よりも後だとね以降だということです。で「U のこれはね分かんなかった方ここは「 監査報告書を差し替えなななければならない確かにこれ日本の制度は基本的にそうなんですがこれね別に日本の制度に限ってない環境法全体として言えば差し替えるだけじゃなくて二重日付っていうのがありますよね。ということでうううわ誤りということとといいこここででままあちょょっっここはねね難度度高かったかたなと思います中程度でしょう、ねはい、で最後不正リスク対応基準これもね難易度中程度ということでこれは正直引っかかっちゃった方多かったんじゃないかなと思いますがまずねあのこれはいいんですよ。 えー、あはす、まあ、する状況ですねいわゆる示唆する状況があって経営者の説明に合理性がないとかですね不正リスクに対応してやった手続き追加,的追加手続きについて、えー、追加手続きをやったとしても、えー、十分かつ適切な監査証拠を入手できないこの2つの場合ね特に今回この問題では前半のね示唆する状況で経営者の説明に合理性なしという場合にはこれは疑義があるとして扱わなきゃいけないこれも典型論点です。はいでえーとー はねここはもうちょっと他の選択肢から判断するしかなかったかなと思いますこれは正しいんです。で「う」の、えー、定期的な検証の範囲には教育訓練含まれるが契約の新規の締結は含まれない何でここだけ排除するのというこの作り話ここをね万抜にできればよかったと。で「え」の「これはできたどうですかねこれ。不正リスク対応基準は 不正は対象にするけど誤尾対象にしないとくだらないんですけどこれ書いてあるんですなので絵は誤りと私は個人的にはこの絵引っかかっちゃった方多かったんじゃないかなと思いますのでまあ中程度かなということなんですねということでまあ、これがね全体の、えー、全体を見た結構 かとして最後にねこれ移しますけれども正当可能性こんな感じなんですね一番低二番高三中四から九が高で十が中で十一から十三が高で十四が低で十五は高まあ私は中だと思いますで十六は低十七が中え私は高だと思いますで十八は低私は中だと思いますで十九二十が中ということで結局ね正当可能性高い問題が十一五四まあ公式見解としては十一五四ということでまあ十 3問程度、まあ、これができればねおんかなというふうに思います。はいということで、まあ、今回ね、まあ、出来はちょっとねあの結構割れるかもしれないですがあの今回本当に分かりませんのでねあのぜひ、えー、論文式本試験に向けて、えー、ちょっとここ1日2日はねもうゆっくり休んでいただいてその後はねもう前向きに振り返らずにしっかりとあの学習を進めていただきたいと思います。 ね、えー、とにかくね、えー、今回の前半の問題もそうだったですが結構蓋を開けてみると見かけ倒しで逆に後半は簡単そうに見えて難しいというかね、まあ、簡単そうに見えなかったかもしれないですがあのそういう問題でこれ論文でもはっっきり言ってそういういい問題多いんですよものすごい難しく見えるけど回答模範回答を見てみたらえらい簡単だったと、ね、いうことありますからあのビビらずにね えまた今回のことをね踏まえてしっかりと論文対策ねしていただきたいと思います。はい。えー、それでは監査論のえ回答速報これで終わりにしたいと思います。えー、皆さん今日はね本当にお疲れ様でした。